はい、どうも皆さんこんにちは、キナです。今回ですね、ちょっと、レジェンズのね最新情報が出てきたんで、そちらについてね喋っていこうかなと思います。で、今回ねちょっと2画面でやってるんですよね。パソコンの画面とレジェンズの画面一緒につなげることによってノー編集で出せるかなと思って、最速のねルートで、やっていこうかなと思います。はい、そういうわけで早速ね、見ていきましょうか。レジェンズの公式ツイッターさんの方から、イベントでゲットスーパーサイヤ人編の、トランクス青年期が参戦予定ということで、やっぱ来ましたね、イベントさんのキャラクターですね。めちゃめちゃ熱いというわけで、はい、ガッツ氏と、テキストで読んでいきましょうか。アーツを使用するたび4ダメアップ、場に出るたび3回までということで、あ、一応左の画面ですね、説明しておくと、アーツを使用するたび4ダメアップ、あ、なんか最近のゴルフリの、感じかな。あのなんか体力回復しつつ4ダメアップみたいなありましたよね、それの4ダメアップということで、メインアビリティで手札をリロード。おー、いいですね。特殊カバチョ無効化、めちゃめちゃ強くない？普通にめちゃめちゃゴルフリに似てるくない？最新の、うん、というような感じでございますね。手札リロードと特殊カバチェ無効化、これは気力回復とかついてるめちゃめちゃ優秀な、系統のねやつになってきそうで、コンボ力強力なアタッカーで悪の系譜に対する特攻を持っているというわけで、これ結構環境に刺さってきそうな感じじゃないですかね。うん、かなりね、レジェンズ今悪の系譜強い感じになってるんで、これはつまりあれですね、ポットじゃないわ、メカフリーザ編のやつですね、のトランクス、うん、スーパーサイヤ人はただ一人じゃないみたいな、悟空さん一人じゃないみたいなやつだと思います。はい、そんなわけでこれ結構面白いキャラクター出てきましたね。うん、でガッツシスーパーサイヤ人っていうことで、僕のね、大好きな青バーダックも経由できるというわけで、めちゃめちゃ面白いぞこれというわけで、ちょっとねレジェンズの画面、右のね画面の方で、話していこうかなと思います。はい、なんで、こっち切るか。こっち切りまして、あ、こっちじゃないわごめんなさいね、ちょっとなんかねいつもと違う感じでやっていくから、はい、画面動かしてやろうかなと思います。これつけといてもいいか、でもなんか生配信みたいなノリになっていますが、はい、行きましょう。右の画面でね見ていきましょうか。こちらですね、トランクスが出てくるというわけで、トランクスって今どんなキャラクターがいっぱいいたんだったっけな。結構でもなんか性能の感じを見るには、このね変身トランクスに結構似たような形してるんじゃないかなと思って、このキャラクターがですね変身することによって、なんとね、カードをランダムに4枚、これリロードですね、リロードしつつガッツシと、自身の体力を回復、気力回復したりっていうねリロード効果が、元から持っていたんですよね。うん、で、そんなキャラクターがまあちょっとリニューアルされたというか、うん、トランクスってなんか結構こういうリロード多めだったりするんかな。はい、そういったわけでめちゃめちゃね、強そうなキャラクターだと思いますね、正直。うん、マジでね最近のイベントさんのキャラクターって言ったらぶち壊れのね、感じでございます。ずっとずっとね、本当にここら辺の、うん、ロゼから始まるイベントさんは本当にね強いキャラクターばっかりなんで、今回のイベントさんキャラもめちゃめちゃ楽しみでございます。はい、そういうわけでもうぜひもんでね作ってほしいキャラクターになってくると思うんで、まあね僕の方でも使ってみた動画とかあげるかもしれないんでね、ぜひとも、よろしくお願いいたします。はい、そのわけでまあ結構ね、タグ一緒なんじゃないかな、ここら辺と。なんで、見ていきますと、根血ヤイヤとベジータ一族、未来、スーパーサイヤ人っていう感じで、全く一緒かな。うん。なんで、やっぱり根血が最近始まってきてるんかな？うん、トランクス、ね、先週は、ムキトラが覚醒したりしてるんで、めちゃめちゃね、その流れが来てるんじゃないかなと思いますね。はい。ムキトラちゃんがこれですね。なんで、なんか結構根血の推しの感じで来てるから、あれ大丈夫か、これからはまた根血の時代が始まってくるんですかね。うん、なんかよくわかんない、レジェンズさんの方針になってきていますが、とりあえずね明日来ると思いますね。うん、イベントはね、なんでまた、なんか難しそうな取得イベントとかだったら攻略動画出すかもしれないですし、まあ最近は結構緩めに作られてるから、まあ大丈夫だと思いますが、はい、そういったところでございますね。でトランクスなんですけれども、なんだろう、
めちゃめちゃ多分イベントさんとしては初めてではないか、レジェンズロードか、レジェンズロードで出てますけれども、まあ一応覚醒してるというわけでね、結構なんか、当たり枠な気がするけれどもな、今回も。うん、そんなわけでまたね、イベントで多分石とか500個とか1000個とかもらえるようになると思うんで、そちらのね情報っていうのも、明日にまとめてやっていこうかなと思います。でこれ誰で組むんが一番いいんだろう。多分ね根血で来ると思うんですよね。一番は根血推しで来ると思います。なぜなら、前回のねこの武器トラの Z アビリティと前回アビリティが、根血サイヤだったっていうところで、まあ根血の推しで来るんじゃないかなというわけで、まあちょっと根血で相当かけて見ていきましょうか。うん、まあかなり強いですねマジで今。根血もキーキー黄色緑緑の神のキーとかが、トップに来てるっていうことで、かなりね見直されてますね今月の評価も。なんで、一周回って強いんじゃないかなっていう風に思っていて、まあこんな感じなんですかね今は。で何色で来るかなんですけれども、正直ね結構全色強いんだけど、なんやかんや言うて緑が一番流行ってない気がするから、今月の緑ってなんかめちゃんこ流行ったキャラクターって言ったらピコ飯ぐらいなんですよね多分。なんでまあちょっときついかなというところで、緑強いっちゃ強いんだけれども、なんか根血のスタイルと合ってないような気はするんで、まあそこに組み込んでくるのかなっていうところも考えられますよね。はい、そういったわけで、根血はねマジでアビリティまでめちゃめちゃ優秀なんでね、こういった体力上げとかありますしね、ここら辺とか、あとは前回枠も結構ね豊富だったりするんで、めちゃめちゃ、強いパテにまた上がってくるんじゃないかなと思うんで、これちょっとマジか、この流れでいったらちょっと周年が宇宙サバイバル編から根血パーティーになっちゃいそうなシフトしてきたんかな運営さん。はい、ちょっとわかんないですけれども、まあ多分ね映画の新キャラとかとも絡み合わせてっていう予定だったんかもしれないですけれどもね。はい、これからのねレジェンズさんの方針に、すごく期待でございます。はい、そんなわけで、ちょっとねめちゃめちゃレジェンズの環境がまた変わりそうな気がしてきましたね。でまあイベントがね今2つしかないというところでクソ寂しいんですよね。なんでまあ前回とかイベントさんキャラクターとかまた、来るかなって思ってたんですけど、やっぱり来ましたね。予想通りというわけで、めちゃめちゃイベント増やしてほしいですね今週は。めちゃめちゃ暇だと思うんで、で長寿クラッシュも切り替わるんで、まだ今日動画上げるかもしれませんが、皆さんねぜひもんでやっといてほしいです。で結構結構ありそうだなって思ったんが、こうなってくるとインフラにね根血の何色みたいな感じ論が出てきてもそろそろおかしくないんじゃないかなって思い始めてきましたねマジで。わかんないですけどね。とりあえず、今出てんのが劇場版編とかエピソード系のやつが結構出ていたりして、タグ持ちのやつもそろそろね増えてくるんじゃないかなって思ってて、この神の木のイエローとかね、最近多いんですよね GT とか、そこら辺の、まあ、タグ持ちのユニフラとかも多いんで、根血の何色みたいなユニフラとかも割と追加されるかもしれないですね。なんで、ぜひともねそこも、注意していただきたいというところと、いつも言ってますがエネルギーねしっかり貯めといてねっていう話になってくるんで、ぜひともね、そこら辺のまあ気配りというのはよろしくお願いいたします。気配りというか、準備しといてもいいんじゃないかなっていう話にはなりますね。で、僕今寝起きだったんで冒険回してっていう感じで、はい、そんな感じでまあ、明日ねまた、キャラクター出てきたら新情報、新キャラの使ってみた動画、いろいろあげようと思いますんで、ぜひともねチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。最速でこの動画上げれてるかなわかんないですけれども、で根血とかで言ったらね、なんだろう、根血パテ使わないよっていう人でもこのね青ご飯とかはめちゃめちゃ覚醒主力だったりするんでね、力の大会で、はい、ぜひもんでこれマジでね覚醒の復刻来たらガチめに覚醒7にしてほしいですね皆さん。めちゃめちゃ強いんでこのキャラクター力の大会で、はい、1000個ね、割と簡単に獲得できるようなキーキャラクターになってくるんで、まあ明日とかに多分復刻来たりするんじゃないかな根血組なんで。Z アビリティも一応根血サイヤ人なんで一応根血に乗るような、キャラクターになってるんで、多分ね復刻来ると思うんだよねここら辺が。だから
なんだろう新しいイベントさんの話もそうなんですけれども、混血組のね覚醒、の、Z パワーが手に入るガチャが復刻するかもしれないんで、まあ、そこもマジで注目ですね。そこマジであれですね、復刻したら動画にするかもレベルで重要なことなんかなと思うんで、はい、また分かったら情報にしていこうかなと思います。はい、そんなわけでこれもねめちゃめちゃ強いんでね、この子も力の大会でね。はい、そって言ったわけでちょっと落ち着かない感じですが、はい、ノー編集で出してみようかなと思います。はい、というわけで、参考になった方チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではお疲れ様でした。